田明さんで炎の筋肉マン。マットを焦がす今日の勝負は何じゃないぜ。悪のパワーに負けたら最後、未来が闇に閉ざされる。愛する友の眼差しが倒れるたび、傷つくたび、俺を強くする。 Kick ルール破りの Jump 悪の超人、さあお遊びはここまでだ。 Attack ラスト5秒の Fire俺は炎の筋肉マン。 MUSCLE 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 3, 2, 1 fire。 ウクレレタイム。お餅の調子の僕牛道、牛道藤山です。牛道丸山です。私の大好きな筋肉マンの新作アニメが制作決定されたということで歌ってみました。よく見てたでござるか。私が子供の頃、北海道では夏休みなどの長期休みシーズンによくアニメの再放送をやっていて、だいたいドクタースランプとかパタリロとか、そしてこの筋肉マンをやってることが多かったです。武士道も好きだったでござるか。夢中で見たもんだよ。さて、筋肉マンファンを敵に回す覚悟であえて言いますが、最近の基準で筋肉マンのストーリーが面白いかといえばあまり面白くないかもしれません。わお、武士道大丈夫。最近はとかく伏線回収が秀逸だなどという評価が溢れかえていますが、筋肉マンに関しては伏線がどうとかいう視点で見るとお世辞にも秀逸とは言えないでしょう。なるほど、面白さの種類が違うと言いたいでござるな。そう、それを言いたいんだよ。筋肉マンの魅力は何といっても厚さだと思っています。決して基礎能力が高いわけじゃない筋肉マンが攻略不可能と思われるような強敵にも諦めず戦える。炎の筋肉マンの歌詞中にもあるような逆転ファイターぶりがファンを熱中させるんじゃないかと思っています。筋肉マンってあまり強くないの？一応超人強度という数値があって、筋肉マンは95万パワーで、正義超人の筋肉マンの仲間たちっていうのはだいたい近い力を持っています。で、初期の強敵ウォーズマンは100万パワー。やや。その後出てきたバッファローマンやアシュラマンといった強敵は1000万パワー。さらに1500万パワーの悪魔将軍、2800万パワーのネプチューンマン、1億パワーの運命の五王子など。ちょっと待って、そんなの絶対勝てないでござる。牛道くん。への突っ張りはいらんですよ。言葉の意味がわからんが、とにかくすごい自信だ。筋肉マンにはカジバのクソ力という奥の手があります。さらにゆで理論の存在もあります。ゆで理論、作者のゆで卵先生に由来する呼び名だけど、間違いや矛盾は当たり前、強引でもおかしいところがあっても、とにかく自在にストーリーが展開していくのです。何それ。例えばさっきの超人強度も、数値の差が実質どれほどの差なのかはよくわかりません。何のための数値？筋肉マンのお話はそんな数値や理論じゃなく、熱い友情や人にとって大事なことが何かということを中心に進んでいきます。炎の筋肉マンの前のオープニング、筋肉マンゴーファイトの歌詞に、あ、心に愛がなければスーパーヒーローじゃないのさとありますが、つまりそういうことなのです。昨今の評価基準では秀逸じゃないかもしれませんが、ちょっとばかり秀逸な作品よりインパクトは強いし、何よりその厚さに引き込まれてしまうのです。今は武士道が熱い。最近は演奏以外のパートをコンパクトにしようと心がけているのですが、今回は喋りすぎてしまいました。でも僕も読んでみたくなったでござる。
コミックスやアニメをきちんと見るのが一番だけど、とにかく量が多いから集英社ムックさんから出ている筋肉マンジャンプなど見てみるのも良いかもしれませんね。武士道この後かって、はいはい、熱心な筋肉マンファンで現代の評価基準で週一じゃないとは何事かと不快に思われた方もいるかもしれませんが、私も筋肉マンが大好きなんだということは言わせてください。この動画が少しもいいと思われた方、チャンネル登録高評価していただけると、武士道感動。それではまた。へのつっぱりはいらんですよ。牛丼一筋300年、早いのうまいの安いの。